はい。えー、資本主義の正体は、まあ、ローンだというね、話があります。ローンっていうのは、実は、まあ、借金のことですよね。借金っていうのは、資本主義の正体で、資本主義っていうのは、10人が、10人それぞれに1万円ずつ持っていれば、丸く収まるところ、ここにね、金利ってものが入ってくるから、一部の人が破綻して、一部の人が儲かるって仕組みができるらしいんですよ。で、実際、信用創造といって、 銀行からお金を借りる。例えば1000万借りました。ローンでもいいですけどね。車を買うためにローンを組むじゃないですか。そしたら、今までに存在しなかった1000万というお金が、万年筆マネーで記入されることによって存在するようになるらしいんですよ。で、その1000万っていうのは、どっかから集めたわけじゃなくて、本当に記入するだけ。今で言ったらタイプで打ち込むだけなんですよね。で、そうすると、元本も発生して、金利っていうのが発生して、でも元本っていうのを返したら、 プラまでゼロになるんですよね。そうなると何が起こるかっていうと、金利っていうわけのわかんないものが発生するんですよ。金利ってものを誰かが作って、金利ってものを誰かが受け取って、で金利を受け取る人ってのは原資がいらないわけですから、じゃあ無限に儲かっていくよねってことらしいんですよ。そしてこれと同じ仕組みが日本国債なんですよね。よく国債は国の借金だって言われますけども、そうではなくて実はね、 政府の借金であり、国、いわゆる国民はお金を貸している側ってことになるんですよね。まあ、そうなるとその金利を受け取ることによって、国っていうのはどんどん豊かになるという仕組みですから、実は国債って切れば切るほど国が豊かになるんですよね。その国債は返済の必要もないし、そもそも人に借りているわけじゃないですからね。国債という感じ、国が債務を負うって書いてるから借金してるみたいな感じになりますけども、でもそれは便宜上その言葉を使うわけであって、 これ平たく言うとあの通貨発行なんですよねお金を作ってますよってことなんですよで実際日本政府ってのは毎年お金を作ってます無限に作ればいいってもんじゃなくて作ったお金が消化できるように作っていくんですよ例えば予算不足で執行できない事業があるとしたらそれはお金を作って執行させれば国民も仕事が増えるしその仕事によって国民にお金が行き渡るって形なんですけどもこの辺をですね財務省がねじ曲げて もしくは何かの陰謀なのかもしれませんけどもお金を足りない状態のまま宙ぶらりにしてこれ以上お金は作りませんよって言って固定化されたのが国の予算100兆円前後ってことなんですよね本来でしたらこの100兆円の予算がこの20年30年で300兆円ぐらいになって経済成長があこの30年間で3倍になったねって語れればいいんですけども中国は二十数倍になったんですよ。ね、だかから国民も豊かになるし 国中いろんんな事業がでできてるんですよねもちろんその反動もありますけどもただ全体的に豊かになった世界一の経済大国にもリーチをかけたわけなんですよねまあアメリカもそういった形で経済発展したんですけどもなぜか日本だけは発展してないと国民が借金をしなくなったからこの国の発展っていうのは経済っていうのは止まったという考え方だしですねただから基本的には借金っていうのはいいことなんですよ私たち借金は悪いことってされてますけどもそれは単なる浪費の借金は悪いことですよね でも、その得たお金を持って自分の喜びとかモチベーションとかまさにローンが自分を自由にしてくれたみたいな言葉にも集約されてますけどもそれによってね金融炉意欲とか返済意欲が湧き起こるものならこれは素晴らしいと思いますよねそしてその車吉田さん車ですけども車を使うことによってまさにお金を生み出し続けているってことなんですよこれは資本主義の原則にそのまま中央にドカッと乗った形なんですよ でも、借金を抱えることは悪いことだって発想になると、払える範囲の車を使うことになります。買うことになります。そうなると、その車によって差別化は生まれませんから、お金を生み出すのが非常に難しくなるんですよね。単なる通勤手段、必要最小限のガソリン代、こういうことになっちゃいますから、もうお金が生みようがないわけですよね。でも、そういう方でも最近は YouTube で、何の変哲もない車でも、その車の切り取り方によってはね、平凡な車を平凡じゃないように演出することもできますので、 アアイディア次第、知恵次第情報次第ってことなんでしょうね、うん、いやでもいいですね吉田さんね、うん、素晴らしいと思いますじゃあ今回はですね山口陸というね、でお届けします吉田さんが山口さんと車を買いに行ってねで半分社長にたきつけられたようなノリで買ったかもしれませんけどもでもその時に買ってなかったら多分一生買ってなかったでしょ もう球も手に入んなかったかもしれませんし入るにしても値上がりしたかと思うんで二の足を踏んだかもしれませんだからあのタイミングがベストだったと思うんですよでも山口陸は広島に行きます広島に行きますと言って1年以上行って全く来なかったあの瞬間に来ないんだったらもう一生来ないと思いますし実際そうなったんじゃないかなと思うんですよ日本全国駆けずり回った山口さんはなぜかねひいきにしてもいいはずの私のところだけには来なかった私はアイドルのコンサートをずっとねやっていて来ればネタになったのに来なかった 何なんだとあの時に来ないからアイドルコンサートも終わっちゃったよ。私も隠居しちゃったよ。ということでタイミング逃しましたね。今じゃなきゃできないこと。それが今まさに毎日のように降り注いでるんではないかなと思います。あなたの今しかできないことは何でしょうかそれじゃあいってらっしゃい。